防波堤に何があるかなんて。どうもこんにちは、ウーマンズの中国紹介です。今日はですね、キングバイヤーからお伝えしていきたいと思います。見てください、こちらの真っ赤なですね86、ただの86じゃございません。そうですね、 GR86 のトムスのですねコンプリート車両の紹介になります。ここら辺見てください、もうなんかちょっとね違いますよね。そこら辺をね紹介していこうと思います。早速ね、この車がいくらなのかもう行っちゃいましょう。こちらです、こちらになります。支払い総額は467万6000円と、通常のね86からするともうちょっとかなりお高めの価格になってますね。ただ内容がね全く違いますので、とんでもない内容になってますので、これをじっくりとね紹介していきたいと思います。最後までご視聴のチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、早速行きましょう。こちらがですねトヨタの GR86、グレードがですねトムスのコンプリートカーになっております。はい、トランスミッションはもちろん6速ミッションですね。令和3年の11月登録、2021年式の車になりますね。車検はねもう切れるので2年取ってお出しする形になります。はい、走行距離がなんと8000キロです。もちろん修復はございません。まあ、一応ですねトムスさんの GR86 と違って、その上にさらに上のですねコンプリートカーになっているんで、見てください、このオーバーフェンダーですね。ちょっとねここら辺のね何が違うかっていうのをじっくり見ていきたいと思います。ちなみに今こちらにもねただの GR86 もございます。これね GR86 もございますが、今回はこちらのねトムスさんのコンプリートカー、これねもちろん修復はないんです。はい、ないんですよね。これがフロント、周りで傷もねほとんどないと思います。前のねフロントのところのリップのところにちょっとね傷があるんですけれども、見ていきましょう。こちらがフロント周り、かっこいいね。はい、で一応ねこちらまずこれノーズですね、フロントノーズ、これも変わっております。これが変わっていて、これですよね、フロントディフューザーが変わってるんですけど、ここがねちょっとぶつけちゃってるんですよね。ここが痛いよね、はい。でこれがガーニッシュですね、これもついております。で注目なのはこのオーバーフェンダーでしょうかね、これ。はい、でまずこのオーバーフェンダーなんですけれども、オーバーフェンダーね、これはね TSS ワイドのオーバーフェンダーで、トムスさんにはですね2種類のオーバーフェンダーがありますね。普通のオーバーフェンダーとワイドのオーバーフェンダー、こちらはねワイドのオーバーフェンダーになっております。通常のですね車幅がですね、GR86 の車幅が1775に対して、こちらがですね1863なので約88ミリですかね、ワイドになっております。すごいですよね。で一応ちなみに、こちらがですね、8ミリワイドの、片側8ミリワイドのオーバーフェンダー、トムスさんのね、これね、こちらです。だいぶ形状がねちょっとビッグになってますよね、いろいろな面で。ほら、リアですね、リアについておりますね。そしてこちらのですねサイドのディフューザー、これもかっこいいんだよね。これね、これめっちゃかっこよくて、ここも羽っぽくなってますね。このデザインとかもめちゃめちゃいいですよね。はい、ちょっとこのねフロント周りからいきましょう。でまずこちらがねホイールです。でクロススピードさんの、トムスメーカーなんですけど、クロススピードさんの19インチのアルミホイールですね。めちゃめちゃ綺麗です。そしてですね
タイヤはブリヂストン、でポテンザですね、 507A っていうのが入ってますね。なかなかいいタイヤ入ってるんじゃないでしょうか。そしてこちらがですね、トムスブレンボっていうんでしょうかね、4ポットのキャリパーが入っております。でローターがね、スリットローター、300パイのローターが入ってますね。足回りもね、はい、で足回りもスポーツサスペンションキットっていうのがね入っておりますので、ちょっとねノーマルとは違いますね。ここら辺もなんかウインコがついてるんですよね。で一応ですね、こちらから回っていって、はい、でこれ、ね、左のねホイールのところのちょっとここがね、左のホイールの前のところがねちょっとねガリ傷がねあるんですよね、ここのポイント的に、うん、一応サイズがですね 225-35R19 です。タイヤの溝に至っては、6分山ってとこですかね、はい、はい、一応こんな感じで、まずバイザーがついて、まあここら辺はね全くノーマルと変わらないですね。はい、ルーフの形状も86と同じです。シャークアンテナが入って、で一応これがリアのですねホイール、はい、ちょリアのさ、あのサイドの形状もなんかすごいね、めちゃめちゃこう風の流れを、空気の流れを考えてこう作成されてますよね、すごいね。でこちらがねオーバーフェンダーです。リアのオーバーフェンダー、一応リアもですねここにもうちゃんとね前のやつがあるけど、そんなにね、ガツンとした、張り出しじゃないんですけれども、こちらね、で一応リアのサイズが 265-30R19 ですね。で同じように4ポットフロントも 前後4ポットですね。でローターも300パイのローターが入っております。はい、でここら辺もねちょっとしたアイテムなんですけれどもね、ここら辺もあのちょっとロケバニ風な感じのデザインになってるよね、すごいね。それで、はい、でこちらがリアスポイラー、これは、カーボンとかではないんですけれども、黒のね艶消しになってるかな、うん、こうやって見ると見た目はあのパッと見スープラのリアビューとこう似てますよね。こんな感じ、こっから見たリアビューもそうだけど、うん、はい、こちらがリア周りです。でリアのディフューザー、これ一体がそうですね、一体がそうになってます。でこのトムスさんのマフラーね、これあの GR のコンプリートチェーンだと4本出しと2本出しを選択できるような感じになってました。一応こちらは4本出しを選択している車になりますね。はい、下回りもめちゃ綺麗でしょ、これ走行も少ないですね。こんな形状になっております。でバックポグがついて、はい、はい、で何気にここにちゃんとねバックカメラがついてるんですね。これがね、トランクを開けるボタンになっております。ちょっと開きますね。でエンブレムトムスが入って GR86、 はい、でタワーバーが入って、減衰力調整するレバーがここにありますね。トランクに関してはね決して広いとは言えないと思います。高さもないしね、奥行きは奥にあるんだけど、これ一応タワーバーつけちゃってるんで、これパンク修理セットが入ってますね。このスペースもねそんなに広いわけじゃないですね、うん、このような作りになっております。はい、リアのね張り出し具合っていうのがまた、これであの純正もう車検は正規で通りますのでね、安心していただければと思います。でまたこれね、これガソリンなんですけどどうなってんのか、あちゃんと一応ここに蓋がね増加でついてるだけですね。こんな感じでね、でも作りは悪くないですね、うん、これも一応あの鍵なしで開きますけれども、ロックかけると開かなくなるよっていう方式ですね。
はい、こちら右の後ろのホイールです。太いね、やっぱり265だとやっぱ太いですよね。こちらもガリ傷もないし綺麗ですね。またこの内張り手とかも綺麗だよね。乗ってないもんね、ボーボーと。ちょっと形状は違いますけどね、フロントと、まあ、傷とかね、あのへこみ、エクボ等はとりあえずボディには一切ないですね。気になるところはやっぱフロントのここぐらいかな、先っちょね、で、はい、じゃあね、内装いっちゃいましょう。内装ね、一応これ窓はね、 Z とか同じようにこう開くと一回ちょっと沈むんですよね。で閉めるとこうやって閉まると、こういう形状になっております。はい、で一応こちらがねドアですね、内張り。はい、こちらがですねエンジンルームになります。こちらの車両の型式はですね、違うのかっていうのをね見てみたいところなんですけれども、とにかくですね価格が、まあ販売価格が倍以上している車両ですね、これ新車で。なので価値はあると思います。